トランスペアレンシーインターナショナルは腐敗、特に汚職に対して取り組む国際非政府組織。世界中の汚職を国家別にリスト化した腐敗認識指数を毎年発表している。トランスペアレンシーとは透明性の意味で日本語で国際透明性機構と表記されることもある。TI は世界各国の数百の国内団体の 集合体として組織されており、本部事務局をドイツ・ベルリンに置いている。最初は1993年5月にドイツで非営利団体として発足し、その後国際組織へと発展した。完全に民主的な組織構成へ移行中であると発表している。TI は自らについて、一家のように説明している。TI は腐敗問題に関して先進国の方が、 途上国に比して、取り組みが優秀であるという考えを否定し、世界中の腐敗を暴くことに関わっている。1995年から毎年、腐敗認識指数を発表している。また、世界の腐敗レポート、世界腐敗バロメーター、そして、増愛指数も発表している。TI は、個々の腐敗のケースについて操作したり明るみにしたり、するのではなく、 腐敗に対抗するためのツールを開発し、他の民間社会運動団体や企業、政府と協力してそのツールを組み込む活動を行っている。TI の目標は政治体制の外にあって腐敗に対抗する協力関係を構築することである。TI の最も大きな成功は腐敗というトピックを国際社会における議論対象にしたことである。 1990年代より前は、この問題はそれほど広く話し合われてはいなかったが、今日では、世界銀行や国際通貨基金や経済、協力開発機構などの国際組織が、開発を妨げる主要な障害の一つとして、腐敗を捉えるようになっている。TI はまたさらに、腐敗の防止に関する国際連合条約や経済、協力開発機構増愛防止条約などの、 制定においても重要な役割を果たしている。腐敗認識指数は世界銀行腐敗指数と並び、世界中の国々の腐敗に関して最も一般的に用いられる指標である。TI は調査対象の国の内外において実業家やアナリストに対してその国の腐敗度の印象を尋ね、その結果をもとに指数を算出している。これは国家によって法律や その強制力が大きく異なるため、実際の汚職事件の検挙件数や報道をもとにした計算は成り立たないためである。1998年11月にチェコプラハで開催された国際対腐敗会議での TI ワークショップにて国々の競争力と腐敗の発生との相関関係についての研究が開始された。腐敗認識指数、世界の腐敗レポート、 世界腐敗バロメーターなど TI の出版物の中で取り上げられたアメリカでの腐敗の実例について TI のアメリカ国内団体である TIUSA はこれまでにコメントをしたことがない。その一方で TIUSA は重役のダーリン・ドルヤンが汚職で収監され CEO のフィル・コンディットの辞任につながったボーイングから献金を受けている。2008年5月 TI が発表した プロモーティングレベニュートランスペアレンシーと題したレポートの中でベネズエラの国有企業であるベネズエラ国営石油会社が収益口やロイヤルティ支払い高などの基本的な財務情報を開示せず適切な会計監査を行っていないとされた。このため、このレポートでは42カ国の石油会社がその透明性の工程によって ランキングを決定されるところ、プットフッサに対しては最も低い評価が与えられていた。しかし実際には、プットフッサのデータはすべて開示されており、このレポートは誤りであった。これにより、TI はベネズエラ政府に対して偏見を持っているのではないかという批判を受けた。ありがとうございます。